今年のテーマはお正月、タイトル三が昇乱、鮮やかなるお正月、良き出会いの兆しとなる旦那をという意味を込めまして三が昇乱という意味です。昨今の年末年始カウントダウンライブや年始のバーゲンセールに追われる日々、そんなお正月とはまた一風変わった昔ながらの本気に分家が遊びに行く、みんなでワイワイお正月をゆったりと過ごす、そんなような演舞となっております。わずか4分、短い時間ではございますが、のろし一同心を込めて踊ります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。年の初めの歓喜の宴、終わりなき世のめでたさに、松茸締めて祝いの飾り、のろし2019三が昇乱。それでは新たな日の出は天地を染め上げ、荒神乱され口をつむぐ、富岳の姿に心を洗い、神に王手の孔明を垂れる。さあさあさあ、めでたき日、喜び沸かすは一族の絆、女衆男衆力を合わせ、清き舞台と地蔵の趣味。
とうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。のろしの皆さん、お正月だけど、餅つきのあの、切れてるんですか？そうですよね。すごい、めっちゃ軽々と思って。